皆さんこんにちは。こちらはケンウッド DP1001 です。このプレイヤーは同社の最高級システムコンポーネントケーズに含まれていた製品です。当時の定価はアンプとスピーカーと合わせて16万円でした。このプレイヤーには DAC7 が搭載されています。 DAC7 は1ビットの DA コンバーターです。1ビットの DAC が出た時、マルチビットとの音の違いが話題になりました。1ビットは低音が弱いという噂がありましたが、本当でしょうか？今回はこのプレイヤーを詳しく見ていきます。主なスペックは次の通りです。申し分のないスペックです。性能がいい上に改造を手軽に楽しめることもあって、中古市場で人気があるようです。この中に気になる数字があります。出力インピーダンスが1オーム以下という部分です。出力インピーダンスは音のクオリティを左右します。この数字はほとんどのハイエンドを上回る圧倒的な性能です。印刷ミスでしょうか？これについては測定で明らかにしていきます。これと類似の商品に次があります。このプレイヤーには2種類あって、G 付きは単品売りされたバージョンのようです。作りに若干の違いがあります。これは後で詳しく見ていきます。このプレイヤーは中古でしたので、状態を確認します。トレイの動作に問題があります。引っ込めても出てきてしまいます。このままでは音の検証ができませんので、メンテナンスしていきます。メカの上に乗っているのはサーボの基板、右にあるのが DAC7 が実装されている DA コンバーターの基板です。中古の状態はいろいろです。これには手を加えた跡があります。電線の押さえが反対向きになっています。コンデンサが倒れています。こうやってこのコネクタを外したようです。何かを置いた跡がついています。ボリュームを触った形跡があります。ペイントロックが剥がれています。今回は比較のために G 付きと G なしを入手しました。中身はほとんど同じですが、若干の違いがあります。これはリモコンの受光部から来ている線のようです。G 付きにはリモコンの受光部があります。G 付きには太い電源コードがついています。表示の明るさが違います。右は暗いですね。かなり長時間使われたようです。G 付きの方は再生に問題があります。G なしの方はトレイの動作に問題がありました。状態としてはどちらもジャンクです。まずは G なしの方をメンテナンスしていきます。トレイの動作に問題がありましたので、ベルトを交換します。癖がついていますね。長い間使われていなかったようです。寸法を測ります。
同じサイズのベルトをつけてみます。ちょっと緩い感じがするので、ワンサイズ小さめでもいいでしょう。最後のクランプが一番負荷がかかる動作です。重りを乗せてクランプできれば問題ありません。ブツブツ小さなノイズが出ますので、フォーカスゲインを調整します。これで G なしの方は OK です。G 付きの方は再生に問題がありましたので調べていきます。レンズが曇っていますので綺麗にします。効果がありませんのでピックアップを調節します。CDR を使って調整を追い込みます。だいぶ改善しましたが、外周のトラックがうまく読めません。 RF 信号パターンを観察します。問題ないようです。トラッキングとフォーカスのゲインを調節します。これは調整に使う測定回路です。変な波形ですね。オシロのプローブをつなぐと動作に影響するのでテスターを使います。両方の数字が同じであれば問題ありません。トラッキングゲインはほぼ合っています。フォーカスゲインが合っていません。調整は難しいですね。先ほどと同じようにノイズが出ないゲインに調節します。これで G 付きの方も完了です。調整が終わりましたので外装の補修をしていきます。ディスクを置くトレイは趣味のアイテムにとって重要な部分です。あまり綺麗になりませんので塗装します。裏蓋を外して電気接点のメンテナンスをしていきます。
今回は2台のジャンクをメンテナンスしました。2台とも復活しましたが、いつもうまくいくとは限りません。ピックアップの寿命が尽きている場合、交換するしかありません。幸いなことに、この品番は大量に作られていて、Amazon で買うことができますが、オリジナルと微妙に違うようです。これと交換しても復活するとは限りません。動かない場合は調整が必要です。CD プレイヤーの調整は複雑です。自信のない方はジャンクに手を出さない方がいいと思います。次回は測定結果をご紹介します。1ビットは低音が弱いという噂は本当なのか、DAC7 はマルチビットより音がいいのか、これらについて明らかにしていきます。ご視聴ありがとうございました。